仮想通貨にいて、金融庁が国内取引所から海外取引所オーレットへの送金を制限する動きはツイッターで話題になってますが、三崎さんの考えを聞かせてください。まあ正直なんかこうまたやってんだなって感じですね。結局ねその仮想通貨ってまあいわゆるこうなんだろうなそうお金っていう概念を、えー、お金っていう概念の根本から変えるいわゆるこう革命的な仕組みだったわけじゃないですか。でまあ実際盛り上がってますよね仮想通貨ってねいっぱいいろんな通貨今ありますけど、マーケット市場規模でいうとめちゃくちゃもう市場規模 っていいいいいうう言葉ががかかかどうか分かんないぐらなぐすごく盛り上がっててて注目されていまして仮想通貨って最初は日本がすごく盛り上がってたんですよいわゆるこうパイオニアとは言わないですけど日本はすごく盛り上がっていましたそれが日本がどん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 規制をするなおかつ仮想通貨の,その進化に対応できない対応しないのか分かんないですよ対応しないからどんどん諸外国に抜かれてですね今では仮想通貨の後進国って言ったらいいんですかね遅れを取ってるんですよでこれすごくもったいないことで日本がもっともっと仮想通貨 にに対してて、まあ、先進的いやっていけば、えー、今でも仮想通貨って日本すごいよねってなってたかもしれない、えー、その暁にはやっぱり、ね、外国からいろんなお金が流れてきて日本経済がめちゃくちゃ潤っていた可能性があると思うんですよそれぐらいインパクトのあるような仮想通貨って大きな波だったと思うんですよね、うん、それをね、まあ、日本のね政治家がですねあまりにも、まあ、ちょっと追いついてないというかですね、まあ、無能と言ったらいいのかわかんないですけども対応できないでですねこういうことになりましたね、はい、なりまあこの,日本の 日本の政府にですね仮想通貨とかねそういうね先進的なことは期待してないです正直、はい、無理だと思いますはいもうあの正直期待してないですねはいはいということで、えー、頑張って更新するんで皆さんチャンネル登録と高評価お願いしますお通じる